はい、どうもこんにちは。今回はレインボーテトラについてご紹介します。レインボーテトラは南米のコロンビア原産で、体長4センチ前後、金属光沢のあるカラシンです。流通は天然採取の個体が多く、常にショップに置いてある種類ではありません。今写っている写真はその個体で、うちで何ヶ月か飼い込んだ子になります。メスは目の色が青いことで判別ができます。この魚の特徴は何といっても、その色彩と体型、気性の荒さではないでしょうか。同族の種類ではエンペラーテトラがいます。小さな水槽で飼う場合、同種は1匹、オス単独がストレスなく飼育できると思います。自分より大きな魚には挑戦しないので、大きめの魚や逃げ足の速い魚などは混泳できるかもしれません。同種同士で争うと、負けた方は噛み跡だらけになってしまいます。メスも争いに参加するので、この点において繁殖は難しそうだなと思います。最後になりますが、レインボーテトラは飼い込むほどに色彩の厚みが増し、肩の盛り上がりやフォークテールの身長など変化する要素が盛りだくさんです。とっても飼育しがいのあるお魚さんだと思いますので、ぜひ皆様もトライしてみてください。